なるほど。雨でもペースの落ちない藤原丈一郎、午後も元気に登っております。なんかさ、坂道になるとそれやる子何人か必ずいるんだよね。毎回手術探しでもやってたな。うん、うん、なるほどね。自分の歩いた距離を実感しながら後ろ向きで、まあまあ時々後ろの足の筋肉を休めながら楽しみつつ歩いてください。見た？ちゃんと。はい、右手に矢印もありましたね。はい、遍路矢印もありました。はい、神山の里に入ってまいりましたね。おとぎ話のような世界に入ってきましたよ。そうなんです。はい、見えましたか？じゃあちょっと下見ましょう。この辺から。咲いてたら本当に綺麗なんだろうね。でしょうね。12時になりましたね。すっごい綺麗。美しい。多分見えてくると思うのでカメラ回しすぎますよ。霧雨だったのがちょっと雨粒強くなってきましたね。よかったね。私に脅かされたもんね、もう一回戻るかなって。けどもこの道が合ってるってことが分かりましたね。お、すごい進みましたね。17キロって書かれてたトイレの地点から今、1時30分。
ありました。思ったより神山入ってからありましたね。ここにはもともとトイレがあったんですけれども、現在はちょっと使えないということです。入っていきます。はい、メッセージを書いていきましょう。送りました。でここにノートがありますね、ペロさんの。ここにメッセージを書いていきましょう。はい、すごいいい景色ですね、ここも。じゃあちょっと書いていきます。はい。そうなんですよね、今はまだちょっとおトイレが使えないということなので、変動小屋を使う方はご注意ください。上が変動小屋になっております。じゃあ今時刻は頑張ります。